さんお元気でしょうか。まあ、僕結構ポケダンを、まあ、言って数千時間やったと言われているあのジョイジョイマックスでもまだ成し遂げていないことがありました。あ、そういえば俺ラッキーまだ捕まえてないなということを思い出してですね、あ、じゃあいい機会だからやってみようということで、はい、まあ、やりたくなった次第でございます。難関ダンジョン幸せの塔の真相のごく一部に低確率で出現する激レアポケモンラッキー。本編ではレアポケモンにふさわしくラッキーのままでもなかなかの能力を誇ったが、本作では能力の成長率に雑魚補正がかかって弱く、初期能力も低く、レベルアップの速さも悪く、とどめに技を覚える速さまでは悪い能力だけを考えるなら進化させるデメリットはないと言っていい。仲間にするために探索する際はそれぞれマリルリだったりブーバーだったりマルマインだったりフクリンだったりっていうレベル1ダンジョンなのにもかかわらず一般ダンジョンでも強いと言われているポケモンが平気で出てくるところで、マラッキーが出てくるのを粘りひたすら狩り続ける必要があると、まあ、いうのが、はい、てかレベル1ダンジョンでしか仲間にならないってのがおかしいんですよねそう、あのレベル1ダンジョンかつ99回ダンジョンで、しかも50回、60回、77回、この3フロアにしか出てこないっていう。そもそも仲間にするためにまず50回フロア登んなきゃいけないっていう、まあ、なかなか正気の沙汰とは思いませんが、やっていければなと思います。じゃあ行きましょうか。まあとりあえず50回まで登んなきゃいけないですよね、まずは。50回、60回、77回まで登んなきゃいけないから、まあ、きつさはそこかな。ちょっとそこの多分脇数上限あるからマリルリ倒しとくか。そのためのゴロンの石だし、ね、HP 激高なんだよなマリルリ。きた、あー、きた、あー、まあ、3しか食らないこんなに頑張って育てた隠れ音の攻撃、あっでこれで出てこなかったら俺また1階から登り直しでしょ。アイテムも揃えて、あ、ラッキーだ。え、変身したからラッキーになったのかな。あれ、え、もういい、メタもラッキーとして捕まえた体にして家帰ろうぜラッキーじゃねえそれ、変身したメタモンだ。え、本当に これにメタモンが変身しててくれたらマジ神なんだけど。あ、メタモンじゃねえわこれ、この硬さ、この感じたことのあるこの硬さ。おう、メタモンをラッキーってことにして捕まえて帰ろうぜ。お、ラッキーいるんだけど、おい、みんな、ラッキー来た、ラッキーだ、わあ来たぜ、これがラッキーだぜみんな捕まえてやるぜ。友達リボンも装備したしな、行くぜ。帰ろ、ラッキーでねえし、ゲームオーバーになったら友達リボン全部なくなっちゃうし、帰りますだー、ラッキー出なかったんで全部リセットして77回まで登って26レベルまで上げましたけど全部リセットして帰ります。何の成果も得られませんでした、戦うことすらできませんでしたあー、死にゃ死にゃやこいつ、やるね。ちょっとま、ちょっとマジ、うん、ジョイちゃんって呼んでください。はい、というわけで今日もジョイジョイちゃんのハイパーポケダン配信やるぞ、よろしく。はい、やってるかい、みんなもやってるよ。うん、というわけで今日もジョイジョイちゃんのハイパーポケダン配信やっていくよ。おめえ、おら、おめえ、10米海洋券が使えんのか、おら、おめえ、つえな。来た。俺がやる。あ、やばい。
任せた。終わり。素直に逃げてよかったな。まあまあいいか。5発全部当たってやっと倒せるっていう。ラッキー出てこないよ。いやおかしいでしょ。今さ1ダメージ1ダメージ2ダメージ3ダメージ160ダメージって なんでなんだよ。いやおかしい。あ、なんか大声出ちゃったよ、もうこんな時間なのに。いやおかしい、おかしいよ。いやな、おかしいじゃん明らかに今のは。いやちょっとゲロっちゃった。ちょっと胃の中の食べ物が戻ってきちゃった。いやいや、なんで最後だけさ突然えいえい怒った、えいえい怒った、えいえい怒った、殺すみたいなさ、いきなり振り上げてきたよね。なちょっとひでえことしやがるなこいつさ。1123160、これ新しい歴史に刻まれたうちの。うちの歴史に刻まれたわ。気をつけな、みんなも、うん、マリルに舐めてたら1111231160事件と呼ぼう、この事件を。おラッキー来ないですねって言いながらさ、毎日3時間ずつ配信していく日常が続くんだけど、それでもいいんですか。幸せの父さん、幸せの父さん、それでもいいんですか。下手したら俺の実況者生命に関わるぞこれは。死ぬか一回、まあ、火傷で多分治せるんだけど。出ないっすね。会えてりゃまだ救いはあるんだけどな。TP も回復するし、お腹も回復するしな。あきた。来ました、308フロアぶりに。友達にもくれ、俺に。そうしろ、まず嬉しい、嬉しいなぁ。怖えから、おめえがとどめさせたら仲間になるチャンスなくなるから、おめえちょっと逃げてくれ一旦。俺はこのラッキーのちょっとこの仲間の作戦変更するとき敵の姿が消えるのちょっと怖いからやめてほしいんだけど、ちょっとお前こっから逃げてくれ一旦。ラッキーも見るから一回観察するわ。これが右を向いたラッキー、これが正面を向いたラッキー、これが左を向いたラッキー。じゃあやっぱ観察しねえとな、せっかく出たラッキーだし。俺死にかけなんだけども、毒にもあってしさ、技もゼロだし。じゃあ捕まえるか、もう一発で捕まえちゃいますよ。うん、3回に1回ぐらい らしいですよ、ラッキーが捕まる確率は。突然出ましたね。友達にも持ってるよな俺。馬にも持たせる、持たせなくていいか。それでは倒させていただきます。やっぱり、はあ、面白い。ちょっと面白くて涙が出てきた。ちょっと涙が出てきた。
あ、15時間ぐらいかけたんだけどな。29レベルだぜ。これもうラッキー出たらほぼ仲間になるよ、このレベルなら。これもうラッキー出ろっていうあれだもん。これであとラッキーが揃えば、ラッキーのピースが29レベルだぜ。もうほぼこれラッキー、レベル差もなんか倍ぐらいあるしさ、ラッキーに対してラッキー15レベルとかだはずだから。あ、いやこれもうラッキー捕まると思うんだけどな。出れば、出れば捕まる。平運、平運じゃねえけど、その一手、そこのピースが生まれば。あー来た。どうやらパズルのピースは揃ったようだな。来たぜ来たぜ。お前ら待ってろ、ちょっとお前らデスキャットと角はそこで待ってろ。俺が今あいつを勧誘してくるから。お前らそこで待ってろ。俺が今あいつを捕まえてくる。覚悟しろよ。揃った、もう29レベル。今までの挑戦で一番レベル高いもん。だってレベル高ければ高い方が初代ポケダンは仲間になりやすいから。ああ、29レベル、今まで一番レベル高くてこの状況、もうこれは仲間になると言っている。準備はできた。いや大丈夫、サイズは入る、星1だからみんな、うん、星1なんで入ります、パーティーでは、うん、仲間になるこいつは。祈る、舞う、まずは祈りの舞を。友達にも装備してる、うん、装備してる。スペースも空いてる、うん、大きさ1、みんな大きさ1だから、隠れ家も大きさ1だから、もう1匹分入る、大きさ1は。じゃあちょっとまずこのドット絵を見ましょうか。このラッキーの体を見るコーナー、尻尾、後ろ、左斜め後ろ、右下、下。こう祈れ、こうやって。名前。じゃあ行きます。18時間に一度のお願い、ちょっと本当に仲間になってください。いきます。じゃあちょっと虎の子のやっぱり連結技でいきます。まあどれ使っても捕獲率は変わんないんだけど。おめでとうございます、ラッキー様。リアクションすぎて椅子から転げ落ちちゃった。痛い痛い。あー、左足が痛い。やられた、ラッキーに左足を持ってかれた。キモリおすすめって書いてて全然攻略できない。きたさて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 やってまいりました、本日のメインディッシュ。ちょっと舞うか、とりあえず友達にも装備して。今回は仲間誰もいないから暑いぞマジで。別に仲間いたところで捕まるものは捕まるんだけど。そうやってまいりました、現れました。なんかちょっと運いいっすね最近ね。なんか15時間目ぐらいまでで1匹も出なかったのに、3時間ごとに1匹ずつくらいのペースで出てます。さて
ちょっと、まあ、まずは舞うかこいつの周りを。来る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 、よし。ちょっとあんまこの時間大声出せないから、あまり俺にリアクションを取らせないでくれ。お願いします。やっぱ感謝の引っかくで倒させていただきます。ちゃんと装備してるよな、道具な。俺もさ21時間ぐらいやってっからさ、そろそろ捕まってほしいわけよ。すいません、お願いします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 。いきます、ワン、ツー、スリー、ポチ、いけ。あー、きたー、ありがてえ。やっぱ体感3割だな。3匹目で仲間だった。来たあ、長かった21時間長かったんだな、ここまで。いやー、ちょっとこんな時間にまさか目標を達成してしまうとは思いませんでしたけど、ありがとうございます。応援していただき、夜3時10分まで応援していただきありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。無事捕まえることができました。卵マン、めちゃめちゃに弱いんだけど。なんだお前、お前ビードルより弱いんじゃないの、さては。なんかお前ステータスビードルぐらいしかないんだけど。ラッキーはいいわ、一旦ラッキー置いとこう。フーディンで行くって書いてあるんですけど、フォックス大、フーディンをリーダーにして、八つ当たり2つと連結箱を持ってくって書いてある。どうもこんばんは、ようこそいらっしゃいました。八つ当たり、ちょっと俺も半信半疑だけど、うまくいけばいいな。はい、じゃあ90迎えましょうか。幸せの塔、これっぽいですね。72回依頼主風に、じゃあこれいきます。あ、洗濯玉持ってね。まあパッチリメガネ装備したら大丈夫かな。洗濯なしで積む可能性あるけど、お前 いけるべ。パッチリメガネあるし俺には。じゃあちょっと行ってきます。50回。じゃあちょっとここの動きやって、じゃあこっから本題なんだけど、こっからが本題なんですけど、フーディン短期で1ターン目でテレポート、はい、ゴーいたえ、でもちょっと違うんだけど、俺が20時間かけてやっと出したラッキー30分ぐらいで出たんだけど。でもちょっとなんか説明書と違うんだけど、なんか本当はラッキーの4マスくらい横にワープするらしいんだけど、ラッキーの真横に飛んでんすけど、こっから左2マス動くって、1、2、ここで左に2マス動いて八つ当たりの連結でラッキーを倒す。おい、俺が20時間かけたこと30分でできちゃうんだけど、もしや。いや、さすがに仲間なんねえだろこれ。え、だって友達リボンすら装備してないぜ。友達リボンすら装備してないんだぜ。まさか仲間になるわけねえよな。あ、面白え。あ、面白え。おい、20時間が30分で終わっちゃったよ。
20時間の努力がさ30分で終わっちゃった。